こまで言うか The Voice そこまで言うか On this program, the day's personality will bring you in his own view The Times News J-O-L-F よいだよ一緒に考えましょう。青山茂春です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。ザ・ボイス木曜日はこの方、独立総合研究所社長で近畿大学経済学部客員教授青山茂春さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はずっと徹夜続きっておっしゃってましたが、今日はね、スタジオに僕入ってきて、飯田浩ちゃんはじめスタッフの皆さんがなんかちょっと普段と違うなと思ったかもしれないんだけど、要するにラジオ、テレビとか講演っていうのは、僕にとって本来の本職ではなくて、評論家とかそういうのでもなくて実務っていうことをやってるでしょ、でですね、その中にはテロ対策もあれば、今こうちゃんが言ったことに関連してね、パリ無差別テロ以来ずっとやってるのもあるし、本当その前から20年近くやってるわけですけど、もう一つてか言い切れないようなことをたまたまたくさんやってしまってるんだけど、その中に自慢資源のメタンフェドレートをなんとか既得権益を乗り越えて実用化しましょうってことを、膨大な赤字を出しながらやってるんですけど、で今日朝その虎ノ門ニュースっていうのをやって、テレ朝行って、その後ですね、そうやってメディアの関連の後突如、ある政府機関で実務的なこう議論をやったんですけど、もうね、脱力しちゃったっていうか。脱力ですか。ここまでやりたくないんだと。はあ、で救いがあるようになんとかその脱力しちゃうような会議、絶望的な会議の中でも、希望を探そうといろいろやって、会議は決裂せずに、次になんとかつなげたと言ってもいいのかな、つなげようとして、で官僚の中にも良心的な人もいれば、それから一人の中に良心派の人もいるから、一人の中に良心もあるから、そういうところに救いを見出そうとしたけどね、してるけど、もうバカバカしてやってられるかっていうのが正直なところで、ええ加減せよお前らっていう、でむしろ商売とかビジネスやってんだったらもう付け繰り返しますよね、別にこだわる必要ないから、そのバカバカしい相手との商売やめればいいんだから、商売でやってんじゃないから余計にね、だから大学の先生にもひどい人がいるし、大学の先生にも今日一緒に行ったような、新潟大学の先生なんですけど、見かけは笑うセールスマンそっくりで、本当に良心的に一生懸命やってる人で、こういう人を見てるとやっぱりこれからも僕や独研も独立総合研究やんなきゃいけないなと思って、自分を励ましてスタジオに行ったんですけどね。既得権の壁というのですか、それとも思い込み、病んでますよね。ちょっとその政府関係の人にこう取材をして、経済産業省とかが次のエネルギーっていうのは何を考えてるんだろうっていう中で、今その水素ってものをものすごく押そうとしてる人がいるという結構こうグループの中であるんだという話を聞いて、ただ水素はその扱いがとても難しいと、それに比べるとメタンというものは要するに今までの技術でできるものだし、そんなに壁が厚いものなのかなって、素人なんですけどね、思ったりするんですけれども、いやだから今こうちゃんが言ったように、純粋な技術論だけで話ができる社会だったらずっと楽で、例えばその公共官僚の中に大学の先生のよからぬ部分と結びつくようなことが、正しいと思ってるというよりは自分の利益につながると思ってる人がいて、だからそういうはっきり言うと横島のことまで含めて強雑物ってことは難しいな、要するに何ていうの、不純物みたいなものがいっぱい混ざってくるのがこの戦争に負けた原因だし、なぜ戦争に負けたかは何もやってこなかったから、そのまま温存されてて、どんどん肥大化してるんですよね。70年で溜まってきてしまったものっていうことになりますね。もっとじゃないですかね、明治維新以来150年かけて溜まったって、それは維新の人々、維新って橋本さんじゃなくて、幕末から明治維新にかけての一
人々に失礼だからそうは言いたくないけど、まあ、100年以上は貯めてますよね。メールもたくさんいただいてますので、うん、ちょっといつだけご紹介しますね。兵庫県の男性の方、あの今まで話してきた話とはまた全く別の観点なんですが、はい、靖国神社での爆破事件に関してということで、日本政府は先日の靖国での爆破事件に関する公式見解が出てないんですけれども、声明が出せないほどややこしいことは絡んでいるのか、それとも今までの靖国神社での器物損壊事件の延長線上の案件なのか、青山さんの分析を教えてほしいですと。これはその政府の公式見解とおっしゃってるのはちょっとそぐわないですよね。これ事件なんで、はい、警察が捜査してるから、うん、捜査に一定の最低限一定の報告が出ない限り、日本政府というよりは捜査陣から発表はありませんから、はい、で記者の努力で今こういう捜査を密かにやってるっていうのはあっても、うん、政府が公式見解って、まあ、場所が靖国だからおっしゃってるんでしょうが、そもそも靖国神社ってなんとプライベート施設ですよ、はい、それはこの兵庫県の男性にもよく理解していただきたいけれども、日本以外の全ての国では戦没者の弔う施設は全て、まあ、兵庫県の男性それを期待しておっしゃっているのかもしれないけど、はい、公的施設というよりは政府の施設です、うん、国民の施設ですが、靖国神社はなんと単なる一宗教法人、私的な施設、政府とは関係ありませんと、はい、いうことになってますから、それで警察の捜査とは別途公式見解なんか出すはずがないですよね、うん、あれ出せるはずがないです、はい、でただですね、この質問を一つのきっかけとして申しておきたいのは、日本の辞める部分の、うん、大きなものの一つが、まあ、さっき言った官僚とかそれから政治家とかですけど、マスメディアも極めて大きいですよね、うん、これ敗戦後始まった話じゃなくて、例えば朝日新聞は戦前は戦争を煽って煽り尽くした、はい、自らのその罪をいわばことするためにも敗戦後は極端な反日になってるわけですよね、うん、でそういう根本問題だけじゃなくて、このみんなが知ってることまで恐れて報道しないっていう馬鹿げた保身もあってですね、みんなが知ってることっていうのは、靖国神社で今までどういう事件が続いてきましたか、うん、でこの方がおっしゃってる靖国神社での器物損壊事件っていうのは、それを指してるのかどうか定かじゃないですけど、はい、要するに中国と朝鮮半島の出身者によって放火はされるわ、うん、柱その他に傷つけられるわ、はい、さらにはこれも事実なのに報道されてないけど、されてないのもありますけど、放尿ね、で、はい、靖国神社も、自己改革した部分があって、外国人まで、祀ってる、あるいは弔ってる場所に鎮霊社っていうね、はい、霊を鎮めるお社って書くんですけど、この鎮霊社にこれは朝鮮半島出身の人が、まあ、しつこく放尿したりね、だもんでそこはもう入れなくなっちゃってるんですよ、私たち、参拝者がね、はい、で実は警察はもちろんその、パリ無差別テロに便乗した日本人の異界犯ということも考えてるけど、だって日本の中にさっき言ったように反日っていうのが根強くありますから、ただしやっぱりいわば捜査の常道として、はい、この靖国については最近外国人による、特に中国と朝鮮半島の調べてばっかりですけど、韓国ないしは北朝鮮系いずれも、うん、そればっかりですけれども、はい、続いてるから、その線をすごく洗ってるわけですよ、でそんなのは僕がわざわざその勇を起こして、つまり勇気振るって言わなくてもね、みんな知ってるでしょ、うん、でも全くマスメディアに出てこないよね、一体何を恐れてるんですか、うん、普段だったらもう捜査から外れたことまで、いやこれが本筋だとか、はっきり言っていい加減な事件記事もいっぱい書いてて、こういうことになると相手が中国や朝鮮半島って言ったらもうピタッと、はい、でお上が言ってくださったらそれに便乗するけど、まさしく、うん、それまではもう全然沈黙すると、まあ、そういう、なんていうんですかね、そういう事件です今のところはね、ただし分かりませんよ、うん、最終的には、うん、ただ僕は捜査当局者だと日課に聞いてるけども、はい、捜査はそこをもちろん力入れてやってると、うん、いうことです。もう一回言いますけど、最終的には分かりませんもちろんね、今回の事件は、はい、普通の日本国民による犯行、うん、犯罪ですけど、ただしね、このメールにこのスタッフの字で靖国の爆破事件って書いてあるけど、爆破でも何でもないですよ、うん、ああここに爆破事件って質問の方もお書きになってるけど、はい、爆破事件というようなもんじゃないですよ、もうタッチ、うんうん、音がしたりね、多少煙が出たりするようなことで嫌がらせですよ、嫌がらせ、うん、しかも便所にね、はい、文句あんだったら堂々と言えって本当にそう思いません、うんうん、
さあ、そしていつもお伝えしておりますが、日本放送はワイド FM、ハッピー FM93 というものが再来週12月7日月曜午後1時に開局いたします。これから日本放送の番組が AM1242 に加えて FM93 でも聞けるようになるということで、まあ、今お聞きの AM の音声と同じ内容のものが FM93 ではよりクリアな音声で聞くことができるというものであります。ただこのワイド FM を聞くには対応したラジオが必要です。日本放送ラジオリビングでは最新型ソニーワイド FM 対応 CD ラジオを税込み 14,800 円で販売中です。開局記念の日本放送オリジナルハッピー FM93 手ぬぐいのおまけ付き、この機会にぜひお買い求めください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 ラジオリビング 0120-1242-86 までどうぞ。ワイド FM 開局まであと11日です。さあ、それでは株と為替の値動きもお伝えしておきましょう。東京株式市場日経平均株価、昨日と比べ96円ほど高い19,944円41銭と、欧米の株高を受けて反発、2万円目前です。為替は1ドル122円60銭付近、昨日と比べ30銭ほどの円安ドル高となっております。まあ、持ち合い様子見相場ですね。はい、はい。ということでご意見もお待ちしております。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグはシャープボイス1242です。青山さんとお送りするザ・ボイス、それではこちらから参りましょう。ザ・ボイス、そこまで言うか。ニュースピックアップ4時13分になるところです。 AM1242 日本放送ザ・ボイス、そこまで言うか。今日のニュース7項目をピックアップして青山さんと解説していきます。まず一つ目、こちらです。 TPP 大綱決定、農産品輸出1兆円の前倒し達成を明記。政府は昨日 TPP 環太平洋経済連携協定の大筋合意を受けた対策を決定しました。対策では新輸出大国を目指す方針を掲げ、農産品の輸出額を2020年に1兆円にする目標を前倒しして達成する方針を明記しました。政府が掲げる守りではなく攻めの農林水産業ということで、まあ、あと5年で結果が出るようなものなのかというところなんですが、TPP については、はい、この農産物、あるいは農林水産業ね、酪農まで含めたその農業の問題だけではなくて、例えば日本の安全基準を守れるのかというような問題もたくさん抱え込んでるわけですけど、はい、まあ、今日のニュースはその中でその一番メディアに溢れている農業、はい、まあ、農林水産業どうするかって話なんですけどね、この日本の農業を輸出産業にするってこと自体は僕はもう長年言ってきたことなんで、まあ、TPP 自体は賛成できなくても、それが TPP がむしろきっかけになって輸出産業として農業を育てようって出てきたこと自体は僕は評価しますね。はい。それで今井田浩ちゃんから5年でそんな結果出るのかっていう、まあ、質問もあったんだけど、それは正直言って逆だと思うんですよね。5年じゃ遅いですよ。5年じゃ遅い。あ、全然遅いですよ、そんなの。はい。つまりもうとっくに取り組んでなきゃいけないことを必死になってやらなきゃいけないんで、はい。というのはこれは日本の農林水産業の問題だけじゃなくて、世界は実は例えば穀物メジャー、先進国アメリカ、要するにアメリカを含めた先進国が中心になって世界を牛耳るっていうシステムがね、例えばシリアの情勢なんか見るとすでに壊れてるのに、例えば食料の世界であったり資源の世界であったり人間が生きる上での根幹のところは未だにこう握り続けてるっていうね、はい、これはこっちの方は世界の大きな病があるわけですよ。で、穀物メジャーが人間の食料供給を支配すると、例えばこれ実際僕は南米行ってびっくりしたんですけども、農園が全く荒れ果てていて、もう回復のに、まあ、僕には見えましたね。要するに農薬の不当な使い方を含めてですね、はあ、要するに儲かればいいんで、はい、もう使い捨てにもなっていくわけですよね。でその中で日本の農業というのはこの TP 問題も含めずっとお荷物にされてきたんですよね、長年。しかし本当は日本のお荷物じゃなくて世界の希望なんですよ。これだけ地球環境が荒れ果てた状況にあって、きちんと最低限度のロット、つまりあえてロットと言いましたけど、工業製品で本来使う言葉ですけど、まるで工業製品かのようにきちんと生産量を確保し、まあ、全体としていえばですよ、たくさん問題課題ありますけれども、それからこの
穀物メジャーも含めたその異常な遺伝操作やあるいは中国農業に典型的に現れているような極端なその農薬漬けとは違う農業をずっとやってきてるわけですよね、はい、でそういう、人間の幸福に寄与できる生産物、うん、実は日本の生み出すものの中でも最も貴重なものと言ってもいいんですよ、はい、でそれがその今までこうお荷物だと言われて、まあ、農協の今までの体制とも合致して、まあ、農協は金融機関になってますから、うん、このそれこそ攻めの輸出産業として育てていく体質になってませんから、はい、そういうところはぐるぐる回って外に出て いけなかったわけですよね、うん、でそれがこう今まで個別の農家の例えば若い農家などで、一生懸命やってるところがあって高付加価値の生産物を売るから収益も高いというところがあったわけですけど、それをようやく国策にするわけですから、はい、2020年1兆円という、一見分かりやすそうな目標でゆっくりやるって話じゃないですよ。うーん、一番直ちにやらなきゃいけないアベノミクスの一つだと思いますね僕は、はい、だから前から言ってますけど農業、自動車、資源産業という具体的に産業指定をしてアベノミクスをやるべきです。うーん、はい、では続いて2つ目こちらです。生還したロシア機パイロット、領空侵犯は1秒もないとトルコに反論。ロシアの国営テレビは昨日ロシア軍機に乗っていて撃墜後救出されたパイロットのインタビューを放送しました。このパイロットは領空侵犯は絶対にない、1秒もなかった、地図でも目視でも国境線がどこかずっと見ていたと、トルコの領空を侵犯したことを否定したほか、トルコの戦闘機から警告が全くなかったなどと述べました。一方5分間に10回の警告を行ったとするトルコ側は撃墜前の警告を録音したものとする音声を公開しております。領空侵犯したしないというなんか泥沼の水かけ論みたいになってきましたが、こういう正当性のアピール合戦とかやってる場合なんですかね。これね、はい、このニュース、こうメディアを通じて表に現れてるのと、はい、本当にニュースの意味するところが全然かけ離れて違うっていう、まあ、典型のニュースなんですよね、はい、で、いつもニュースには尻尾があると申してるんですけれども、今回の尻尾はどこにあるかというとですね、はい、これ一見偶発的に起きたまあ、事件のような、はい、戦闘だと、うん、あるいは撃墜事件だと思えるじゃないですか。それ全く違うんですよね、はい、うん、でそれが例えばどこがヒントになるかというと、この撃墜されたスホイ24っていうねロシアの戦闘爆撃機なんですが、はい、これ複雑って言いまして2人乗りで、それも横に並んで座ってるっていうね、はい、現代のこういうスピードの速い、はい、戦う航空機に珍しい構造してるわけですよ、うん、ですね、やっぱりその今声が枯れてて、これは睡眠不足で枯れてるんですけど、はい、だから虎ノ門ニュースって朝の番組でこれを短冊と言い間違えてですね、あとで突然テレ朝で気がついたんですけど、やっぱこういうのありますよね。うん、まあそれをラジオで修正するっていうのもあれだけど要するに2人パイロット乗ってて、で両方とも今そのロシア機といえどもですね、はい、右側の飛行機と同じように緊急脱出装置がちゃんとしてるわけです。うん、でミサイルを食らったけど後ろから、はい、トルコ空軍の F-16 の発射したミサイルを食らったのに、うん、ちゃんとパラシュート緊急バーンと発出してパラシュートを開いて、はい、やっぱ無事に降りてきてたわけですよ、うん、はい、でこれはですね、その戦闘能力を失ってますからやっぱり殺害してはいけない、はい、国際法の解釈がいろいろあるけれども、しかし捕虜になった人をいじめたり殺したりしてはいけないっていうのと同じだと考えるべきですが、うん、これをその爆撃されてた相手側のトルコ系のトルクメン人っていうね、はい、反アサド政権で動いてる勢力の一部が銃撃して一人を殺してしまったんですよね。でこうなるとですね、そのロシア側だけじゃなくて、要するに双方に非があるってことになるから、はい、普通はこのトルコが加盟している NATO の最高責任者がこれ全くロシアが悪いと公式に言ったりは普通しないもんですよ。うん、そうですね。それが、はい、もうすぐさまこの NATO の今の事務総長、これはノルウェーの総理だった、首相だった人ですけどね、ロシアが全部悪いんだっていうことをもうガンガンに言ってるわけですよ、はい、これどうしてかというと、ずっとロシア空軍機は自称イスラム国を爆撃すると言いながら、実はこれはまあアメリカのインテリジェンスによると9対1で1でもまだ甘い言い方だよって言ってたけど、へえ、原文英語で、はい、だからまあ自称イスラム国に一応爆撃してと、まあかろうじて言えるのが1ぐらいで、そうじゃなくてその自由シリア軍っていう反アサド政権の勢力とか、あるいはこの
トルコ系のトルクメン人とか、はい、そういうのを爆撃しちゃってるのが Q だと。でそういうことやりながら同時にそのトルコに圧力をかけるためにトルコはアサド政権潰すつもりですから、はい、その領空侵犯ずっと繰り返してきてて、実は水面下でトルコはエルドアン大統領ご自身も含めてアメリカのオバマ大統領とか NATO ともちろんフランスのオランド大統領も含めて綿密に協議してるんですよ。一切表に出てませんけど、はい、でその上でもう今度やったら撃墜すると決めてやってるから、はあ、だからトルコ空軍ってはっきり言うとそんな強いとも言えない空軍だけど正確に撃墜してるし、それから今日なぜ寺さんの話したかというと、要するに橋本大二郎さん元高知県知事がね、映像がたくさんのおかしいってね、はい、キャスターやってる大二郎さんが言われて、それはちゃんとした感覚で、うん、あらかじめ撃墜すると決めてたから映像を撮る準備をしてたんですよ、はい、ここもニュースの尻尾が出ちゃってるわけ。あんな鮮明に撃墜の瞬間を捉えるってなんか普通できませんよ。そうですよね、うん、だからそうやってニュースって尻尾が出ちゃってて、で時間がないから最後に言うとですね、これ重大な話でね、はい、つまり CNN がこれ第3次世界大戦の始まりじゃないかっていうのを出したんですが、はい、これ大げさに言ってんじゃなくてですね、パリ無差別テロが分かった時、起きた時はフランスのメディアが第3次世界大戦に使ってた、はい、これ全然大げさじゃなくて、実はまず第3次世界大戦ってサイバー空間に特で始まってて、米中も戦争やってるんですね本当は、はい、これ一言ではないんですよ。突然僕らのナビが止まったり、あるいは何かコンピューターシステムが止まったりすることがあり得る、はい、で次にテロによる第3次世界大戦と言わざるを得ない状況になってる。つまりチュニジアのところでボコボコボコテロが起きるから、はい、どこでもやれるという状態を作るために日本でもあり得るということになってる。もう一個、はい、なんと冷戦時代はソ連と西側諸国が一丸となって向かい合ってた。でソ連が崩壊して冷戦は終わったと、で冷戦は冷戦で熱い戦争はならずに終わったと思ったら、なんとそれが蘇って、これホットウォーなんですよね、はい、熱い殺し合いになってるわけですよ、これまさかというのが本当になるのが今までの第一次第二次の世界大戦だから、うん、本当笑い事ではないことが起きたんで、とてもじゃないけども突発事件とか、はい、玉坂が起きた、この泥沼の水かけ論ですかと今飯田浩ちゃんが質問あったけど、そんなレベルの話じゃないんですよ。ものすごい深刻な事態に今陥ってます。これ、うん、NATO とも協議をして、アメリカのオバマさんともエルドアンさんは協議をしてっていうことは、アメリカもある程度腹くくってる。いや、くくってない。そこはまだ米軍はまたちょっと別だけど、オバマさんはぐちぐち言ってたんだけど、もう踏み切ったんですよ。これも重大でね。あ、エルドアンさんが先に踏み切ったってこと？いや、エルドアンじゃなくて NATO です。あ、NATO が。トルコって実は1952年に NATO に、はい、参加してるから、ほー、イメージと違うんですよね。西側軍事組織の一端なんですよ、はい、それでそのこれはね、 NATO ってのは本当は米軍が取り仕切ってきて、はい、それは一つはドイツ軍を封じ込めるためなんですよ、うん、その仕組みも壊れつつある。オバマさんが優柔不断でも NATO はもう決めて、はい、バーンとトルコ軍使ってやっちゃうという時代になってるから、うん、要するに第二次世界大戦後の秩序はもう完全に壊れつつあって、これは本当に日本の出番ですよ。深刻な事態であればあるほど、はい、今まで外交的役割果たせなかった日本ね、軍事的役割じゃなくて、はい、本当の出番なんですよ。僕ら本当に腹決めなきゃ。ニュースピックアップ7、2つのニュースを取り上げました。ご意見お待ちしています。メールは voice@1242.com です。4時27分です。引き続き今日のニュースを見ていきましょう。続いてこちらです。一票の格差是正、調査会が年明けにも結論へ。最高裁が昨日、一票の格差が最大 2.13 倍だった去年12月の衆院選を違憲状態と判断したことを受け、衆院議長の諮問機関、衆院選挙制度に関する調査会は年明けにも具体的な答申を大島衆院議長に提出することにしています。これで選挙制度の速やかな抜本改革が進んでいくんでしょうか？進んでいきません。いきません。で、民主党の枝野幹事長が、はい、これ安倍さんが悪いんだとまあ、判で押したような話をされてるんだけども、はい、これやっぱりびっくりせざるを得ないのは、総選挙、はい、つまり政権交代に直接結びつく国政選挙を最高裁判所が、つまり思い切った判決を出すのを嫌う最高裁が、はい、違憲状態だと、うん、決めつけるのが3回目。はい、3回連続。はい、でその3回連続の最初は2009年で民主党が政権取った選挙だから、はい、そうですね。その後何もしなかったのは民主党も全く同じで、安倍さんも責任免れないけども、うん、はい、これ何を言ってんだって話ですよね、うん、でこれ政界内部ではですね、あーっていう感じなんですよ正直。あー、うん、あー、それ要するに違憲って言ってなくて違憲状態、はい、それから選挙無効というのは却下したと、はい、
だから、まあ、予想通りだよねって反応なんですよ。実際は僕の知り合いの、いやそんな変な人じゃない政治家複数ですけどね、うん、でこれは普通の感覚と全然違いますよね。違憲って言われるのと違憲状態は違うって言われたらそれは そうかもしれないけど、例えばそのあなたのやってることは泥棒だっていうのと、うん、泥棒状態だっていうのと、うん、僕たち普通の感覚で言うと大して変わらない。そうです、ね、泥棒って言われること自体が問題だった話でしょ、はい、でこの件はですね、しかももう一個大きな問題があって、メディアが、はい、あるいは、まあ、その裁判所は法律に基づいて判断するだけだけど、うん、メディアがその一票の格差がそのあることが問題だ問題だしか言わないけど、これ別な見方したらですね、僕のところもたくさんメール普段からいただくし、この番組にもいただくことももちろんありますけどね、はい、要するにあの都会に住んでる人の方が優先されるんじゃないかというのを、人口が減っていく地方では一票の格差の名のもと、実は不平等が逆に進んでいくんじゃないかと、格差是正の名のもと、はい、みんな思ってますよね本当は、うん、東京では話題にならなくても地方ではその話題はちゃんとあるわけですよね、はい、でそれはこれは考えると、今なぜそのあんまり普段いい言葉でもない泥棒って言ったかというとね、うん、昔から政治の世界の内部で泥棒が刑法を決めちゃダメだよねって政治家自分で言ってるんですよ。泥棒が刑法を改正しちゃダメだと、それは泥棒に都合がいいように刑法を改正するでしょう、はい、例えば刑法の中で人のものを盗むものはちょっと別にしましょうとか、はいね、だからその選挙制度の問題とか、あるいは一票の格差をどういうふうにその例えばあの地方が逆差別を受けたりしないようにするにはどうしたらいいかっていうのは、国会議員じゃダメなんですよ、うんうん、今の制度で選ばれた人が今の国会議員なんだから。そうですよね。だからこれはその三権分立っていうのは、その立法権は全部国会でなきゃいけないっていうガチガチになるんじゃなくて、ちゃんと分権状態にあることが大事で、お互いにチェックできる、うん、で立法権の中でこの選挙制度の問題は国会議員ではチェックできないんで、はい、明らかに国民から作った第三者機関を作るべきなんですよ、うん、もうずっと記者時代から言ってるんですけれども、うん、どうしてメディアはこうワンパターンの報道しかしないんですかね。これ小選挙区のまんまが前提みたいな話してますけど、うん、そこから考えたっていいわけですよね。いや、うん、考えなきゃいけないんですよ本来は、はい、うん、選挙制度は実はいくらでも変えられるんだから、国民からしたら変えられないのは国会議員だけなんですよ、うん、自分がその制度で当選してるから、うんうん、はい、早くなる、その選挙区の区割りで当選してるからです、はい、こんなの子供考えたってわかるじゃないですか。最高裁の判事に言ってもらわなくたってそんな国民みんなわかるんですよ、うん、はいはい、だから国会にデモ仕掛けるならもう一番そのデモが必要だと思いますね、うん、はい、では続いて4つ目こちらです。経団連が来年の春闘で賃上げの呼びかけを表明。今日政府と経済界の代表らによる官民対話の会合が開かれまして、経団連の榊原会長が収益が拡大した企業には来年の春闘で今年を上回る水準の賃上げを呼びかけていく方針を表明しました。これを受け安倍総理は法人税の実効税率の引き下げなどを通じて経済界の取り組みを後押ししていく考えを示しております。まあ、ただ賃上げの前提としては労働規制を緩和したり電力を安くしてとか研究開発減税を拡充してとか、あ、環境の整備、それから法人税の引き下げというのも当然要求をしております。これやっぱり人に要求する前に、はい、要するに企業がその儲けをため込んで社会に還元しないっていうところがね、うん、そのもちろん企業は自分を守らなきゃいけないから、はい、理由はあるんだけど、そこが原因になってるんだから、そこをまず解消しないと、その政府であったり、あるいは労働者、国民の側に要求することって本来できないと思いますよ、はい、ニュースピックアップ7、4つのニュースを取り上げました。残り3つ、この後5時台後半戦で取り上げます。さてツイッターではですね、この一票の格差相当いろいろ盛り上がっておりまして、うん、その中から杉並ボンヘッズさん、一票の格差があってはいけないというのが憲法違反という、まあ、そういう憲法解釈になっているんであれば、あ、むしろそんな憲法が悪いんじゃないかという議論は出てこないもんなんでしょうか。いやだって格差は絶対に出てきてしまうでしょう、それとも全国区のみにしますか、全国比例代表か全国で投票するのかということですが、うん、まあ、僕は長年大選挙区論者なんですけども、はい、特にまあ中選挙区制度は長年試して派閥のような弊害を生んだ、はい、小選挙区制はもっと合ってない、うん、すると基本的には大選挙区を試してみるしかないし、選挙制度ってね、はい、結構柔軟に試せばいいんですよ。受験制度は逆にあんまりいじっちゃダメなんですよ。あ、選挙制度は本当はいろいろ試すべきだと思ってます、はいはい、ご意見お待ちしています。メールは voice@1242.com です。寒くなるのもただのし、
5時だよ一緒に考えましょう。青山茂春です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。この後5時半まで生放送ザ・ボイスそこまで言うかお送りしております、はい。メールたくさんいただいておりましてありがとうございます。ありがとうございます。その中から江東区辰巳にお住まいの俊幸さん55歳自営業の方、先ほど青山さんが指摘した第三次世界大戦、アメリカ人の友人に聞くとアメリカでは第三次大戦が始まるという考えをする人が多いそうです、でも日本のメディアは危険な考えあまり報道されてないですよね、これから来年日本ではサミットが予定されていて、そして2020年にはオリンピック、日本だけ平和というわけにはいかないと思います。シリアをめぐるこの第三次世界大戦、日本がすべきことは何なんでしょうか。世界大戦、目立つものだけでも、2回あったわけですよね、第一次第二次と、はい。でそれは世界のいろんな国が巻き込まれるという意味で世界大戦だったんですけども、この第三次はそうじゃなくて、世界のどこでも起きていい、起きてしまう、ボコボコと泡が突然出るように起きる、はい。でということは日本がすべきことっていうのはまず足元ですよね。足元、はい。例えば日本にも観光客ものすごく多いでしょ、外国から、はい。ということはその観光客が起こすという意味よりも、日本の有名な観光地いくつか頭に思い浮かべていただくと、そこでテロが起きればパリと同じようにテロリストにとっては大変な費用対効果上がると、はい。連中にしたらその成果上がるということになるから、まず足元の備えで、これも昔から僕は、実務者としても言ってるんですけど、こういうテロっていうのは警察とかそういうところだけでは防げないんで、はい、僕ら自身の総合協力がどうしても必要なんですよね、でそういうテロの強い社会を示すことも日本の役割だし、はい。それからその中東地域については、先ほど飯田子ちゃんからね、コマーシャルの間だったかな、その評論家や学者の中にはあそこは触らない方がいいんだと、日本は、はい、という人もいますよねって話があったけども、その実は中東地域で自称イスラム国は機関紙などで日本人も狙うぞってしきりに宣伝はしてるけれども、そうですね、やっぱり僕のように長年中東歩いてきて、一番手が汚れてないっていうのは間違いなく、少なくとも先進国の中では日本だけですよ。日本はあそこで国境線引いてないもの、はい。それで実際アラブ人の人たちは、これはもう20年以上前からその日本に発信もしてほしいし、いろんな橋渡しもしてほしいって言ってるわけですよ、はい。でこれだけ通信交通が発達すれば、例えば東京や京都で、あるいは大阪で、そういう敵方があったりする限りだって本当は開催できる、それはアメリカが呼びかけて開催できますか、今のフランスができますか、はい。NATO の一員のドイツができますか、日本しかないんですよ。そういうあんまり黒飛ぶって話じゃなくて、この件はむしろ普通に考えたらできることはたくさんあるってことを一つ一つ、しかも同時並行でやりましょうってことなんですよね。そのイスラム過激化と、他の例えば政府なりとの橋渡しって、そういえばフィリピンで日本はやった経験もあるんですよね、はい。でもこれはね、そのパリ・ムサベットルが起きて、そのキャスターとか評論家がテロリストとも対話すべきだって言ってる話とは全く違うんですよ、はい、はい。人殺しですから、人殺しは処罰せねばならないので、はい、処罰しないまま話し合いするっていうのは、これはもう人としての原則を踏み外す話なんで、はい、こういう偽善とか、はい、衛生平和主義じゃ日本の役割なんか逆に全く果たせないですから、わけの分かってないやつがシャシャで出てくるだけになってしまう、はい。外交っていうのは結局はその後ろにこうパワーの裏打ちってものがないとできないんだっていう説があるじゃないですか、はい。そうしたら我々もその自衛隊というものを今までずっと縛り続けてきてましたけど、その辺から本当は考え直さなきゃいけないと、だから今 PKO にある程度協力してるんですけど、はい、日本が PKO と PKF を分けたりね、あ、はいはい、要するにそういう頭でっかちな話はそろそろ卒業すべきでしょう。自衛隊のみんなは長年、もう長年って言っていいと思いますけど、 PKO の最前線に苦労してきましたしね、はい。世界に冠たる業績ですよ、日本国内でほとんど語られることないけど、それはね、自衛隊にも責任がある、発信能力が弱すぎる、でそれはもちろん国会に一番大きな責任があって、なぜ自衛隊員が制服で国会で証言できないんですか、安保法制であれ国際協力であれ、はいはい。ご意見お待ちしています。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。それでは5時台のザボイス、この時間の最新ニュースからお伝えします。5時の産経新聞ニュースです。ニュースデスク井戸さんです。お願いします。最初は、政府は先ほど総理官邸で一億総活躍社会実現への具体策を議論する国民会議を開きまして、緊急対策を取りまとめました。
国内総生産600兆円の達成に向け、最低賃金を1000円に引き上げる目標などを明記しております。挨拶する安倍総理大臣です。本日一億総活躍社会の実現に向けて、緊急に実施すべき対策を取りまとめることができました。大変、短期間では、ございましたが、こうした大きな目標、そして困難が伴う目標に向かってはですね、やはりスピード感、勢いが大切でございます。次はいわゆる官民対話から2つ。1つは3年連続の賃上げです。政府は今日、設備投資の拡大などに向け、経済界と意見交換する3回目の官民対話を開き、経団連の榊原会長はこの中で、安倍総理大臣の要請に応じる形で、来年の春闘での賃上げを呼びかける方針を正式に表明しました。菅官房長官です。民間側から名目 3% 成長の道筋を視野に置きながら、収益が拡大した企業に対し、今年を上回る賃金引き上げを期待して、前向きな検討を呼びかけて、こういう表明がありました。政府は3年連続でベースアップを実施してもらい、国内の消費を喚起したい考えです。もう一つは、蛍光灯2020年度にも実質禁止です。政府はこの中で、省エネ住宅の普及に向けて、LED、発光ダイオード照明の利用を促すため、製造業者などに対しまして、2020年度をめどに、事実上、蛍光灯や白熱灯の使用を規制する制度の改正を行う方針を示しました。40年を超えての延長申請3期目です。関西電力は今日、運転開始から来年で40年を迎える福井県の美浜原発3号機の20年間の運転延長を原子力規制委員会に申請しました。東京電力福島第一原発の事故の後、政府は原発の運転期間を原則として40年としましたが、最長で20年の延長を認める特例を設けておりまして、規制委員会は審査の上、運転延長を認めるかどうかを決めます。大阪府知事と大阪市長のダブル選挙で圧勝した地域政党、大阪維新の会の代表の橋本大阪市長は、今日選挙後初めての取材に応じまして、大阪都構想について、再び住民投票を行うべきだと述べました。以前の大阪都構想の案をバージョンアップ、リニューアルしていく、そういう民意が示されたんだと思ってます。住民投票という形で問うというところは、政治家のこれは責務だと思います。公約で掲げた以上、住民投票は松井吉村体制の中でも一回はやらなきゃいけないんじゃないでしょうかね。橋本市長は来月18日までの市長の任期を全うした上で政治家を辞めると公言しておりますけれども、国政政党大阪維新の会の運営について聞かれますと、僕が言うことじゃないです。松井知事吉村体制でやってもらうことです。それ決定するのはこれからの新しい大阪維新の会の執行部が決めることですから、ね、そういったその党の意思決定にはもう関わるつもりはもう、ないとつもりはないというか、それ関わっておかしいじゃないですか。おしまいに、若宮健嗣防衛副大臣は今日、沖縄県の石垣市役所を訪れまして、石垣市の中山義隆市長に対し、石垣島に500人から600人規模の陸上自衛隊を配備する方針を説明し、受け入れを要請しました。これに対して中山市長は、住民も理解しているとして、前向きな姿勢を示しつつ、市議会との協議の上で回答する意向を伝えました。ニュースは以上です。はい。今日トップニュースの1億総活躍の話なんですけどね、はい、僕はこの名称がおかしいってことを言ってまいりましたが、実はですね、それだけじゃなくて、またかという問題が起きていて、はい、これはまさしく本当は安倍総理に一番聞いてほしい話なんですけどね。これ復興予算が、復興って言ったらそこに予算がつくんで全部そこに乗っかって、復興と関係ないものまで全部それになっちゃって、はい、で逆に直接復興と関係ないものは全部パスされるってことが起きましたよね。これ起きてるんですよ今。1億総活躍って言ったら、はい、全部その予算がこうついていき、例えば自前資源をちゃんと実用化しましょうっていうのは、それ前から言ってた話だから、余計にいやそれは今の1億総活躍、いや資源はまた違うでしょうみたいな話になって、はずる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 ってこう分けどかされて、1億総活躍とつけば補正だろうが来年度予算だろうが何でも乗っかるという話になってるんですよ。これまたこれをやってるわけ、はい、で単に名称の問題だけじゃなくて、こうやってその何て言いますかね、役人も政治家もそこに安倍政権が長期化するから余計に乗っかろうとすることに、まずそこと戦いつつこういうスローガンを出してもらいたいんですよ総理も、はい、はい、現場時ってのはそういうことですよ。はあ、いつか来た道ですね。また
いつか来たっていうか、もうずっとこればっかりばっかり、はい、産経新聞ニュース井戸さんでした。5時12分になるところです。今日のニュース7項目をピックアップして青山さんと解説していきます。後半戦まずはこちらから。橋本市長、大阪ダブル選挙について都構想への民意だと述べる。大阪維新の会代表の橋本徹大阪市長は今日、地域政党大阪維新の公認候補が当選した22日の大阪府知事選市長選のダブル選挙後初めて公の場に姿を現しまして、投票選挙結果について、市民の意見を聞き大阪都構想案をバージョンアップしてほしいという民意だ。公約に掲げた以上住民投票で問うことが政治家の責務、松井知事と吉村新市長の体制で1回は住民投票をやらないといけないと話しまして、任期4年のうちに住民投票を実施すべきとの考えを強調しました。都構想リベンジというところなんでしょうか。これね、はい、その橋本さんかなり重大なことを実はおっしゃっててね、はい、住民投票をこの新市長とそれから現職続く知事の任期の間に、はい、もう一回最低限もう一回やると、やんなきゃいけないって言ってるわけですよね。でということは皆さんご承知の通り、議会の同意がないと住民投票はできないんですよ、はい、で前回どうして住民投票を実施できたかというと、実は東京で安倍総理も含めて、はい、公明党とトップで東京で話を決めてしまって、うん、で公明党の中央から公明党の大阪にはっきり言って上から下ろして、はい、この住民投票だけは受けれると、うん、で都構想は反対でいいから住民投票は受けれるという、うん、まあ禁じ手とは言わないけれども、イレギュラーな手段を使ったわけですよね、はい、それもう一回やるのか、うん、それともこの吉村新市長が、これ橋本さんが自分で言ってる通り、橋本さんはね攻撃の一点張りだったと、維新もと言い方してるけど、うん、僕に話し合いが欠けていたという自己評価、これはその通りで、はい、あのいやここはまあさすがといえばさすがなんですけれども、政治は本来はその激しく争いながらも味方を増やしていく、だから政党政治だし、はい、だから実は選挙もやるわけですよね、支持者を増やしていくと、うん、で橋本さんは既得権益に挑戦したのは間違いありません、そこは僕はまっすぐ見たいと思うんですが、敵を常に増やしてきたから、うん、大阪でいうと選挙ばっかりやってるわけですよ、はい、選挙と住民投票が続いてて、うん、で具体的に大阪がどう良くなったかっていうのは、まあ、ゼロとは言いませんよ。例えばあの橋本大阪府知事はね、それまでの大阪府知事が一切やらなかったことに手をつけてて、例えば、うん、なんと大阪の学校では国旗も掲げられないし国家も歌えないっていう学校の方が多かったわけですから、はい、あのこれいつも言ってるんですけど、横山ノックさんのようにお笑い芸人だからこそ既得権益と本来、うん、縁遠いはずの人もこういうところに手をつけなかったんですよ、うん、で官僚出身の大阪府知事なんてなこと全くやらなかったわけですよね、はい、そこに挑戦したのは橋本さんだけであって、うん、したがって今回のその選挙の結果も橋本さんがおっしゃってるその大阪都構想をバージョンアップしてほしいという民意だというのは明らかに画面飲水で、うん、そうじゃなくて、例えばこれも明らかに既得権益と一緒にやってきた自民党がなんと共産党と一緒になったと、はい、でこれは安倍さんにも大きな責任があるんですよね、うん、自由民主党総裁が橋本さんと手を組んでて、うん、で地元の自民党大阪府連はどうしていいか分かんないから共産党の誘いにまんまと乗っかったわけですよね、はい、しかし大阪の人は人で目が肥えてるから共産党と一緒に突然やるやつは信用できるかっていう、いわば、うんうん、まあ、そんなもん嫌だって答えですよね。だから、大阪都構想をバージョンアップしてほしいっていう、そんな、綺麗な話ではない。はい。で、もう一回話を元に戻していくと、でも、その当然、橋本さんがおっしゃってる松井吉村コンビは、大阪都構想をもう一回やり直そうとするのは、それは、その維新の側の、考えとしては当然ですけど、住民投票やるってことは、はい、その例えば公明党を今度は別な形で巻き込んだりしなきゃいけない、はい、それが吉村新市長にできますか、うん、吉村さんは、うん、あんまり知られてないからできるっていう考え方もあるけども、はい、基本的にやっぱり橋本さんの、まあ、一旦引退してテレビで改めて名前を売り徹底的に主張を展開し、うん、年末年始の特番なども含めて、はい、でその上で来年夏の参議院選挙が大きな考えどころになるっていう流れ自体はもう間違いないですよね。はい、これその公明党がポイントになってきて、まあうん、市議会で反対票を投じずに例えば棄権みたいな形に、うん、すればなんとか通りそうだっていうの読みもあるんですが、うん、今回のこの差がついたことで、うん、選挙を前にして公明党がそっち側に回るっていう読みはどうなんですかね。
もちろん可能性としてはありますけど、そんな簡単なものでもないですよ。都構想そのものというのが、都構想そのものもそうだし、橋下徹さんっていうね、まれに見るキャラクターに対してのその支持部隊である創価学会の青年部婦人部の怒りって僕はやっぱ強いと思いますよね。いや、でも橋下さんに共感持ってる人もいるんですよ。はい、何かこの現状打破しようとしてるのは感じられるからと。ただしその現状打破がいつもこう喧嘩になり、また選挙になりというのは、いい加減してくれと、これほぼほとんどの人が思ってると思うんですよね。はい、これ今回のこの結果で、その大阪、自民党の大阪府連と、その官邸なり東京の本部の関係ってどうなってくるんですか。どうもなんないですよ。これどうもなんないですか。それがまあ自民党なんですよ。はあ、不問に付されちゃうんですか、これ。なんかむにゃむにゃですよ、それは。おかしいなと思うのは、自民党選挙に負けてるんだけど、なんか負けた感じの報道じゃないんですよね。そこはどうなんだろう。こんな大差ついてて、言うまでもなく大負けですからね。あ、その、負けた感じがしないっていうのは、だから、党総裁の安倍総理が橋下さんと手を組んでるからですよ。だから、極めて奇妙なねじれだから、自共共闘も起きちゃったわけでしょ。はい。だから、わけわからんだになってるんで、こういう選挙はいつまでも繰り返してほしくないと誰でも思ってると思いますよ。僕は東京都民で大阪市民じゃないけれど、ただし、自分が神戸出身ってこともあって、たくさん知り合いますよね、当たり前ですけど。それから関西テレビに長年出てたから、みんなこのもう選挙の大阪っていうのは、そろそろ克服したいと思ってるわけですよ。では続いて6つ目、こちらです。株価操作の疑いで村上ファンド元代表を強制調査。物言う株主として知られ、旧村上ファンドを率いた村上義明代表が、複数の銘柄の株式を市場で大量に売って株価を意図的に下げるなどの相場操縦をした疑いがあるとして、証券取引等監視委員会は昨日、村上元代表や投資会社を運営する長女の自宅などを捜索し、強制調査に乗り出しました。関係者によると、村上元代表は自宅の捜索に立ち会い、任意で事情を聞かれたということです。株価操作の疑いがあるのは、東証一部上場のアパレル大手 TSI ホールディングス株をはじめとする3銘柄だそうで、関係者によりますと、村上元代表は2014年去年の6月から7月にかけて、証券会社などからこの TSI の株を借りて大量に売却し、値が下がった後に買い戻すという空売りという手法を悪用して、株価を不正に下げた疑いが持たれております。この空売りというのは、本来の信用取引の空売りとはまた別の話ということなんですけれども、はい、またやってんのと思った人は多いと思うし、これ、今は調査ですけれども、はい、強制捜査につながっていく可能性も十二分にある、事案だとは思います。で、その村上さんっていう人が証拠にもなくやってるのはその通りなんだけど、しかし大きな背景としていえばね、はい、東芝のような大企業があれほどの不正経理やっておきながら、トップの責任は追及されない、はい、じゃあこちょこちょとこういうのやろうかっていうね、風潮はどうしても生まれますよ。はい、やっぱり、公平さを欠いてると思うな、最近の経済捜査、経済事件の捜査というのは。はい、これね、ちょっと付け加えるとね、はい、例えば東京地検特捜部っていうのを徹底的にやっつけたじゃないですか。はっきり言うと政治家は大喜び、ね、はい、でその政治家が喜ぶだけじゃなくて、やっぱもう巨悪に対して立ち向かうことは、東京地検特捜部間違いいっぱいやったし、考えられないようなひどいこともやってるけども、でも警察はもともと権力に弱いから、はい、日本だけじゃなくて世界中どこでも権力の一環ですから、はい、で権力の一環ってすら検察庁もそうだけども、しかしその中でかろうじて巨悪に立ち向かおうとしたのもまた事実であって、はい、橋下徹さんが紀藤健一に挑戦したのと同じで、何でもこれ全部ダメ全部良いって言っちゃうのは人間のやることと関係ありませんから。本来人間のやることはトルコロシアの争いでも実はゼロ対100ってことはないわけですよね、はい、でそれで言うとですね、東京地検特捜部の手足を燃えてしまって、政治家が枕高くして寝てるだけじゃなくて、もうこの経済金融関係の捜査っていうのは一番大変なんですよ。もうほとんどやる気失ってますよね、特捜は。はい、はい、それももちろんこの村上さんがもう一回やろうかと思った背景にあるんですよ。リベンジでやろうとしてるから。ほー、はい。では続いて7つ目、こちらです。アフガンの病院誤爆、米軍が人為的ミスによるものと発表。アフガニスタン北部のクンドゥズで10月に起きた国境なき医師団の病院がアメリカに誤爆された事件で、アメリカ軍は人為的なミスにより攻撃目標を取り違えたのが主な原因だったという調査結果を公表しました。いや、こんなことがあるんだなという。
いや、これはもうすでにそのスティックというね、スティック、まあ、軍事って軍事法の世界じゃなくてね、はい、特に米軍の最前線で一種流行語になってるんですよ。へ、つまりね、あのスティックを、はい、これ映画にも確かなったか今なってるかですけど、出勤していって、安全な米国内の軍施設に出勤していってスティックを操作して無人機などで人を殺害し、で赤ちゃんの誤爆も日常的に行い、はい、ね、赤ちゃんが戦闘するわけないじゃないですか、うん、それでスイッチ切って、スイッチ切るか交代し家に帰って奥さん子供と仲良くご飯食べてまた明日の朝行くというのが現実になっちゃってるわけですよ、うん、で今回は国境なき師団という発信能力のあるところを誤爆してしまったから大問題になってるけれども、はい、しかし例えばシリアで言ってもですね、そのフランス軍、その前からのアメリカ軍、それからその加わってるロシア軍、はい、まあ、誤爆だらけですよ、はっきり言うと。で特に無人機がやっぱりね、あの多いんですけれども、このそのアフガンの、いやごめんなさい、この国境なき医師団の問題はその無人機の問題とはまた別途の問題なんですけれども、はい、これはですね、このニュースの肝っていうのは人為的ミスというところ、まあ、これもひどい話で終わらせようとしてるなとみんな思うだろうけど、うん、もっと問題なのは ROE、はい、ね、光線機。でこれあの、うん、はい、このなんかあの日本放送のこのニュース原稿だと部隊行動基準で、これは自衛隊の変な言い方だって、はい、本当は光線規定で、うん、ね、あの Rules of Engagement、 この前のエンゲージメントっていうのは婚約じゃなくて、はい、エンゲージリングって言うけど、うん、この場合は光線、戦いを交えること、はい、人間殺し合ってしまうけど最低限のルールを作りましょうっていうので ROE、うん、光線規定って作ってるんですけど、それを無視してる、ね、はい、兵士がいたということを米軍自ら言ってるんで、ここを具体的に掘り下げないといけないですよ。アメリカのメディアと政治の役割ですね、これはね、はいはい。ニュースピックアップ7つのニュースを取り上げました。このコーナーインターネットで毎日無料で配信しています。番組ホームページをご覧ください。お送りしてまいりましたザ・ボイス、お別れの時間が近づいてまいりました、はい。メールたくさんいただいておりますけれども、横浜市のスキマッチさん、今日は冒頭青山さんの声に元気がなくて、あの青山さんがどうしちゃったんだろうと心配になりました、いつも国民がしっかりしなくてはいけないと気づかされ、なるほどと思いながら聞いてます。恥ずかしいですが苦手だった新聞の政治や経済記事も読むようになりました。高3の息子は政治に興味があるんで、今日は青山さんはこんな話してたよと会話をしています。青山さん元気出してくださいね。元気がないっていうより、まあがっかりしちゃったっていうところなんですけどね、大丈夫ですよ、元気はあるのと、はい、からあえて申しますが、僕はタレントじゃないんで、ありのままで、今後もありのままでいきます、はい、ありのままやんでいきますから、はい、まあ、国民の支えによって自慢資源なんかも乗り越えて実用化したいですね、はい、僕のことももう乗り越えてください。この時間の相手、日本総理浩二と青山茂春でした。